ルのお笑いでございます。前回の2章の2話目の続きです。順当にいけば次が1話なんだけどね。ここだね。どんどん話が進んでいくけど不安でしかないの。サギャン、サギャン、ドトウグッピーオフ。ロシア語とヒンズー語みたいな。何か飲めってっつってな。これがさっきの死体だよね。にも誰かいる。ここに3人トランプかなんかしてるね。とりあえず調べられそうなのはそれぐらいか。誰かはわからないなあ。あ、病死だよね、この人も。あ、一応ちょっと、こっちを調べよう。イカサマすんなよ、うっせえな。サイド起きろ。なんか飲めって。サイド。ちょっと待って。イカサマすんなよってのはこっちの話だよな、きっと。こっちの話とこっちの話が入り混じってる？サイド。サイドって言ったからこの人はサイド。インド。インド。あ、インドまだいるな。サイド。あ、ソロマンサイド。こいつか。サイドで、病死。うん。となると、この人たちも多分インドの人たちか？この辺に集まってるのはみんなそうなのかな？うん、この4人はインドなんだな。と。イカサマすんなよ。せえな。あ、向こうだよな。ロシア。ロシア、1、2、3人。うん。こいつらはカード、まあロシアなんだろうな、こいつら。3人とも。これで全部かな。結局できないもんね。あれ一人ぐらいできそうなやついなかった？これか。これは？あ、さっきの人か。あれ、戦勝ってたからこの人なんじゃないかな。先週助手もいるな、でもな。次のパートに行けばわかるかもしれない。何かが。このどんどん進むと、どんどん不安になるな。あ、もう終わりじゃん。3人死亡。早いな。わ？あ、これさっきのところか。なんもないよね。なんもない。なんだこれ。なんかいろいろ、ノコギリとか。まあ船の修理の道具か。この辺はきっと。まあ船長が使うんだろうな。船の大工さん、船大工みたいな人たち。かくね、ここは。わあ、あ、武器だなぁ。銃とか、剣とか。なんだこれは。弾とかなのかなぁ。あれ、これなんかあるぞ。向こう側だな。
た行けた。うん、そこにあったよね。何かが。ん？あ、一体か？二体か？一体か？行ってみよう。撃たれてるのかな？どっから撃たれたのこれ。またなんか怪物が出てきた。この物語ってちょっとファンタジー要素があるんだよね。入ってくるんだよな。どっから撃たれてんのこれ。撃たれてんのかこれ。ちょっと向こう側にも行ってみるか。あ、行けない。わ、人がいっぱいいるな。なんでこの辺はどっから来たんだよ。この海のど真ん中で。海の兵たちか、つわものたち。これは6か4か、6か4かはいつも分かんなくなるんだよな。ちょっと待て、今どういう状態だったのこの人。射殺か。ちょっと一応射殺にしといて。いや、分かんないな。ちょっと分からないから確認しよう。ちょっと向こう側に行きたい。いっぱいいるな、いろんな人が。これは血の跡？あいつ撃たれてんだよな。あ、何これ、ここにも誰かいる。あ、行けないの。この壁の向こう側が見たい。誰か撃ってる？流れ弾っぽいよな。こっち側から撃ったやつのに当たっちゃったみたいな感じじゃないかな。やっぱ射殺にしとくか。銃。で、何者かわからない。誰かもよくわからない。で、どこにも行けないからブルブルするしかない。はい。で、あれ？ああ、さっきのやつじゃないこれ。向こう側にいたやつ。そうだよな。はい。なんかここにやっぱ穴っぽいのあるよね、これ。はいはい、こっちでしょ。はい。I've got you. Don't move. I'll get you down. わ、串刺し。こいつも串、あ、こいつは違うのか。何これ、カニ？カニか。カニのトゲか。倒したのか。何を渡そうとしてんだ。ここにも一人。水をかけてるね。なんだ。大丈夫だ、じっとして。今下ろそう、その銃貸せ。なんだ、トゲか。恐ろしい怪物のトゲかな。だよな、きっと。
わざわざトゲってあるぐらいだから。しかもいきなり恐ろしい怪物のトゲになってるし。その銃仮説な、これか、これか。もうこういう人がいっぱいいるんだけど全然名前が入れられないというこのジレンマ。これ見てる人はみんなもう若手でニヤニヤしてるのかなこいつ全然解けねえよみたいな。ああこいつもよく出てくるやつだな。右手だったか左腕だったか引きちぎられたやつだね。こんなもんかな。うん、次行きましょう。じゃあギガニだ。はは。でももうちょっと名前が出てくるようなヒントは。ねえ。名前のヒントプリーズだよこれ。こっちにも誰かいるね。え、なんでこっちが弟してんの。なんなんだ、向こうにもなんかいるのか。あ、向こう、ああ、すげえ殺されてやってる。結構下いっぱいいるぞ。あ、もうこいつ串刺し状態。うん。何話だ、これ。うわ。待って、これ魚掘ってんだよね。多分。そうだよね。え、燃えてたよな。焼死だよな。焼死した。はい。はい、ブルブルー。さっきのやつでしょ？まあ、見たところで名前とか出てこねえからな。とりあえず進みますか。ここにも二人いたな。いっぱいいるな人。俺さっき俺に銃をよこせっつったやつか。もういっぱい死んでるよ。ああ首がちょん切れてるわ。こいつは、ああこいつか。ああホスカットだ。なんでみんなこっち側を向いてんだろう。こっちにカニがいたのに。次行こう。次ではないのね。この二人か。そろそろちょっと名前わかる方いかない？なんかヒントくれよヒント。まあ自分自身が見逃してそうだけどヒントたくさん。行きましょう。じゃあこの二人。Thank you.